こんにちは、あられちゃんです。前にちょっとリクエストがあった、その普段使ってるその石鹸だとかなんだとか、そういうのの紹介とかあったらいいなみたいなのがあったんで、今日はヘアケアに使ってるやつを紹介したいなと思います。こう、 うちのチャンネルってやっぱいろんなのあって、ちょっとバランスが大事だなっていう感じなんで、こういうのもたまに織り交ぜていくんで、なんかリクエストとかあったらもうどんどんいらっしゃいなんで、よろしくお願いします。うちシャンプーが4種類ありまして、まずこちらがみんなが使ってるやつ、パンテーンの傷んでる人用のやつだと思う。これは結構相性がよくって、みんなデフォルトで使ってます。で、これがひろすけたんが使ってる、ロレアルエールセーブってやつで、こっちは、あんまり相性いい気がしないんだけど、なんかそのうちの専属美容師山田が言ってたんだけど、やっぱその髪質と相性があるって。で、髪質が良くなってくるシャンプーっていうのがそれぞれ違うらしくて、そういうのを探した方がいいみたいなことを言ってました。あとボトルのデザインとかもあるのかよく分かんないんですけど、ひろすけたんはこれを使ってます。で、生活家さんがこれ、モイストダイアンボタニカルヘアトリートメントボタニカルシャンプー、これ、この多分ね、パッケージこれがねすごく可愛いから、っていうか生活家さん趣味だし、なんか匂いも気に入ってるって今聞こえてますね。これも結構相性が良くて、すごいサラサラになりますって言っても、今思ったけど別にミノーラってヘアケア紹介するほど別に髪の毛綺麗とかじゃないわって。うちの着物の大先生にいつも勧められるこの女帝向け商品のヘッドスパシャンプー、これはその余計なものが入ってなくて、そのミネラル分とかその天然のものを使ってるってやつだから、なんかちょっと髪の毛が気になるような時に使ってます。高いんで。シャンプーはこちらの4種類で、でうちって髪の毛がものすごいパサパサしてるし、髪の毛量も多いから、そのパサパサしっぱなしだともう結構めんどくさくなっちゃって、まあ、最近はもうまとめてることとかも多いんだけど、モロッカンオイルトリートメント、これ実際すごい人気で、でなんか口コミとかもアトコスメみたいなの見ても多分ねいっぱい書いてあると思うんだけど、美容師の山田の美容院で前使われてて、それで生活家がすごいいい匂いだって言ってアマゾンで買ったやつで、本当にこれがないとマジでミノーラの髪の毛もうなんかパサーってなっちゃうんですけど、これがあるともうこうストンって本当に落ち着きますね。で、寝癖直しに使ってるのがこちら、マシェリーパーフェクトシャワーかっこサラサラ。まあ基本的にその物買う時に生活家さんの許可がないと買えないの。その景観を乱すものっていうのが買えなくって、それでまあボトル買いではあるんだけど、これすごいいい匂いで彼氏さんにも好評で、サラサラになるし、寝癖直しには寝癖直しもあるけど、やっぱそのいい匂いになるから、これすごくおすすめです。もうさっきからね生活家が出始めてんだよ。で、うちの最重要アイテムっていうのがこれ、ヘアビューザーっていうんだけど、これイオンドライヤーっていうと、そのイオンが出てくるからそのうちイオンがなくなっちゃうんだけど、これはそういう髪をこう、なんて言うんだろう、手触り良くするのが半永久的になくならないっていうやつで、まあこれも山田から教えてもらったんだけど、これでまずは温風で乾かして、その後冷たい方を当てると、そう、手触りが全然違うっていう、これはもう必須で、お泊まりとかいう時は必ず持って行ってます。これが結構重たいから結構疲れちゃったりするんだけど、もう何回かに分けてなるべく早く乾かすようにはしてますね。で、アイロンがこちら、モッツヘアの、これが
200度まで上がるやつで、うち結構癖がつくともう取れないような髪質だから、もうこれで結構ゴリゴリにやっちゃったりします。なんだろう、元からサラサラの子ってそんなに意識しなくても髪の毛綺麗なまんまだけど、うちみたいなのはやっぱほら寝癖のまんまで出てくる子とかいるじゃん。ああいうのがいるから、もう普段からこういうのでちゃんとやっとかないと本当にダメで、ちゃんと乾いてから寝るようにするということで、今日は、途中から人変わっちゃいましたけど、ミノラ議事堂のヘアケア用品を紹介しました。またなんかリクエストとかあったらコメント欄でいただけると、こう稼働できる隙で撮っていきたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。と顔が全然女子じゃないんですけど、にわか、生活家の水玉女子部でお送りしました。本日もご視聴ありがとうございました。